The Wheel of Fate is turning. はい、決勝トーナメントの方ですが、1回戦ドグラさん、キグジョさん、テルリンの壁さんのチームに対して、ムニシンさん、ユキさん、フォロビッチさんのチーム。さあ、なぜか奈良が固まったんですが、先方はテルリンさんのアマネ対ユージキンさんのマコト。客観的に見るとアマネが割とまあいけそうな感じはするんですが、どうなんでしょうね。ジャン・シーシーがカウンター、フォローアップが使ってロック D レベルさん伸びきらんから、ゴーディジャンディ CC ロック D 緊急復旧は許さないと。ロック B しっかりと拾って 2D から、ドーンから 6A、2D、チャンディ、ゴーディ、置き攻めは CD、通して、いつものコンボからゴーディ、6C が届かないかや、6D を止めないが、うわ、あばれを2で潰す。レボン3アクション、めくりから粘着してドーンは飛んで 6D が重なる重なる、グーナが抜ける。ジャンシシコロナッパーから、ガンダッシュジャンユーがカウンター、スター通りが立て、ジャニーから拾い直し、しっかりしてニエこすり勝手、ここ早くもバサーターンは飛ばせない、クー投げ抜ける、ボディをしっかりと差し込んで 2D から画面足に嘘。さあなんとかなんとかなんとかを通してガキャン、ニーリーからめくりたくはガギャン、コズミックメイオーディゴービーラビキャン、ニービー拾い直してジャミがつながらない、デンジャー昇竜拳。なんか勝手にツイッターで名前使われて、勝手に流行らされて、最終的に死ねって言われてるかわいさすぎでしょ、ミニシさんやばいでしょ、今の流れ。はは開幕は誠がドーディガードからの、ここを通していく、中段強気に通してジャンディ 5、6C から、それネタかな、 CT 通してジャン CC は 2A で避けるわけ、避けられた後 5CC から 4D 中段とか通してヤンディからのワースト対策の後にバスト、ジャン空対空から青いけど、とりあえず端いいえっこすり勝つ、ロケに対してジャンディで対抗フラッシング、三振からパリング抜けて、チョップは見えませんと、 6D 昇竜から
中段を取って 2B しっかりと重ねていく 6A2D2C から拾い直してここでコンミス固めてガーキャン堅実に切り返してジャニー競り勝ってその後 2A がバリアチューン6シーガードラビーキャンから許しませんとダメー先にレボー3アクション 1-1 開幕ジャンビーゴミを入れ直してジャンシーシーめくりもガード6シーからチョガこちらも昇竜ノーリスクチュンガードから暴れつぶし少しゲージを使わせることに成功したのでこれはなかなか美味しい展開つまめジャンイエが上にお強いジャンニシーはバーストを許さないジャンニシーを食えないからしっかりフィニッシュまあもうそのまま行きましょうか B 筐体でじゃあ NO さんとこ NO さん、マドイさんの NO さん、エアさんのチームはそのまま行きましょうか、B 筐体でフェンリッチ入足、ゴミクルさんのチームはそのままもう B 筐体でジャンケンしてもらってはい、動画台の方はムリシンさんがリードですとロケラビキャンからロシーセカジャシーが当たらない最後はお互いカウンターでコースキルフブギャスカル異常剣消えて少々ヒヤッとしましたがこの 2B が上への逃げをなかなか許してくれない2番目 5A6D つまめてんかいが早い中段中段 CT までコンボに折り込んで6C三四進路保証がお高いですとイチイチバーストもお互いに五分非参戦ジャンビーすり勝って五ビー二ビー投げるここはめくれ締めてジャンシーめくれるさあ2段ジャンプからもう回したんですが持続がない6人つまめ中央に戻してしかしボートの連携がなかなかにお厳しい前転吹雪ゴビゴビもう1回は許されないつまめ6A 裏に出る欲しいゴーディーバスト戻せらさあ 6A これバストジャンディシーが通ったかガキャン体育をしっかりディーンヒーショールずらして費用5ゲーム目でフィニッシュこれ大将をドグラさんを先に引きずり出した無理審査の陣中堅大将戦 5A ガード5に出して列強を使ってしまうガミ足ここはしっかりと 5B 暴れから逃げていって 2D から 5C5D 帽子は上からこする 25% 消費して画面足に連行バックステ衣装剣は音がめ
ただ、ゲージを使ったのはコンブース。ラグビー、クローラー、ボディが漏れたか、それとも着地中断だったか、どちらかですね。ジャンビー揺れなしで上弱点を使って6位からテーダコン運んで、ニオキゴミ強気の選択肢からレッヒョウ展開を速くして、ナビキャンジャンビーだったか、しゃがみバカのニーミー、お互いにもうバーサーない、ニーシーカウンターフラッグオーグ、レボン2アクション、ゴシニリ BB が使ったところ、ジャンエー、ジャンエー、グサフ防衛 2B、 下段が通るが、グスタウカウンター、3段防衛広いしっかり前転は通しませんと、6やから弱点をつけて、ゴーリーニーシーコンビス、ここは1が入れ替わって 6D 裏回りは許しませんと、裏にもしっかりありますと、特別に見せてやる、これが力だ、我が身に勝るものだ。さて、対象対象までもつれ込みましたね。The Wheel of Fate is turning. 白面対アズライル、対象対象ジャンビー、裏お強い、ボービーが裏に伸びて、三振が長い、もう4弾ありますと、5000、これがパワーでござる。西シ下弱点を使って3段からゴービー、上弱点つけて、西色の底が長い、3段ゴービー、ダイネーから昼直して、ダグは抜ける、お互い何か通せば勝ちです。ゴービーが長い、何かが出なかったか、レンガからインビ広いバースト、ニールが長い、お互いカウンター 6B ラビキャン2シーカーカンワゴビー、勝ちバーストまでワンセット、レボン2アクション、心地いい、やはりハイジャンプとかテーダからのめくりジャンプが非常に強力、いい暴れ落として、にえにえ、こちらも暴れ落として、ガメシ6C をゴーディで取って、ここも4600、700まだ伸びる、ジャネシー登り出して太鼓を潰していく、コパコパに対してコパで暴れる、ここら辺はしっかりしている、最後は入れっぱからの空投げ、椿で殺してくる、獲物だ、どうしたその程度か、白面ウィン